江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、結構国内の話題なんですけれども、これで1万ウォンなのかと、1000円ぐらいかな、渓谷ビーチで物議のコーンがこちらということで記事がありましたので、ご紹介していきたいと思います。それでは記事の方行ってみましょう。くーちゃんお願いします。ぼったくりなのかな。官房氏28歳は16日、友人たちと一緒に荏原道上日の陣旧海辺近くの居酒屋を訪れて驚かされた。料理の価格があまりにも高額だったからだ。菅氏がつまみとして注文したパイナップルは一皿でなんと2万5000ウォン、約2700円もした。菅氏は地域の特産品でもない缶詰の半分ほどの量のパイナップルが2万ウォンを超えるなんてありえないと憤り、上皮が有名だということで来てみたが、ぼったくり店が多い場所として記憶に残りそうだと語った。さすがに高いわ。10日休暇で陣旧海辺を訪れた伊坊氏27歳もある飲食店でコーンバター焼きを注文したが、高すぎる価格に納得できない反応を示した。料理の価格は1万ウォン約1100円だったが、皿に盛られて出てきたコーンは人差し指ほどの長さの4切れだけだった。医師は荏原道のトウモロコシをソウルで宅配しても10個で1万5000ウォン約1600円なのにと述べ、このようなぼったくりが続けば上皮の人気はすぐに冷めるだろうと指摘した。夏休みシーズンに入り、リゾート地でのぼったくり料金の問題が再び大きくなっている。これ1100円。各地方自治体は毎年ぼったくりの慣習を根絶すると掲げているが、実態は容易に改善されていない。ぼったくり料金を強力に規制する法律もないため、自治体は物価安定キャンペーンを行ったり、ぼったくり料金の通報センターを運営する程度にとどまっている。上皮郡も先月29日に夏休みシーズンの物価安定キャンペーンを発表するなど、この8月中はぼったくり料金の根絶を広報している。しかし、効果的な取り締まりは行われていない。上皮郡の関係者はキャンペーン開始後、現在までに30件の現場点検を実施したが、ぼったくり料金の摘発事例はなかったと述べ、価格表示の不履行の事例はあったが、ぼったくり料金そのものを規定する根拠がないため強制措置を取ることができない状況だと説明した。ぼったくり料金などの影響で上皮を訪れる観光客の数は急減している。荏原道によると、7月中旬から1ヶ月間に上皮を訪れた秘書客は51万人で、1年前、62万人に比べ約 17% 減少した。観光客のキム帽子26は、ソウルのキホラに住んでいるが、地元の屋台メニューが上皮よりも安い。いくら有名なリゾート地でも、あまりにも高い価格帯は、結局、客足を遠ざけることになるだろうと話した。関比大学観光学科のジョン・ランス教授は、ぼったくり料金を取り締まる根拠となる法令がないか抽象的であるため、自治体の立場でも積極的な取り締まりに出るのは難しいと述べ、無理なぼったくり料金は地域住民にも損害を与えるため、政府がぼったくり料金を取り締まる根拠を早急に整備するべきだと述べた。政府がこんなことまでやんなきゃいけないんだ。まあ良心の問題だと思うけどね。はい、じゃあですね、こちらに対して、結構の反応いってみましょう。はい、ということでね、誰か激安でやろうとかならないのかね。これ1人目、上皮ももうすぐダメになるだろう。169.1とはいえ自営業者だから価格設定は自由だろう。消費者が行かないようにすればいいな。倒産しても本人の責任だしね。64.1ぼったくりも問題だが、そこに行って買って食べる人間も問題だ。418。それでも買って食べるから売るんだよ。結局海外に行くんだろうな。33。ぼったくりのせいで少々工人も休暇や観光は海外に行っているのでは。111。これはすべてユンソンによるとキムゴンヒのせいだ。62。道知事がキム・ジンテレゴランドの債務不良により渓谷債権市場に硬直を引き起こした人ならまともな人がいるはずがないだろう。51。短期で商売して稼ごうとする人たち、かっこ笑い、なぜ短期で働いて遊んで暮らそうとするのですか。会社員は一年中働いていますよ。30。夏場だけこう書き入れ時でガッと稼いで1年分稼いじゃうってこと。崩壊しろ。大渓民国は最高のトップから腐敗が広がり、ますます悪化しているようだ。本当に地獄の浅瀬になりそうだ。20。
カンウォンドタバソーのビーチでは足を洗う場所もなく、トイレの水道も止められていて驚いた。足を洗うには1人3000ウォンを払ってシャワー室を利用するしかなかった。もう二度と行かない。1300円。国内が高すぎるから海外に行くというのがこういう理由で理解できる。10。夏の城秘はまるでソドムとゴモラの地だ。10。ソドムとゴモラは旧約聖書に登場する神の怒りによって滅ぼされた都市の名。堕落した場所や道徳的に腐敗した場所を象徴する言葉。買わなければいいのに、それを買って文句を言うのはおかしいだろう。おまかせは高くてもお金を払って食べるじゃないか。10。おまかせは上飛夜行料は昔からぼったくりだ。刺身店からラーメン店まで本当に価格がひどい。かっこ笑い。もう二度と行かない。10。はい、というね意見でした。それではですね、チャットの反応いきましょう。そっか、この写真、そうだ、この写真で1100円だった。これで、はい、もうちょっと安いといいよ。海の家とかででしょ。確かに手出ないな、さすがに。まあぼったくりって行き通るほどではないけど、買わないねにはなるよね。海の家何でも高いから仕方ない分もあるけど、どうですかね皆さんは。この辺からかな。ヤングコーン、ヤングコーンだったとか。いつものぼったくりだろ。驚くことか。お前らにとっては日常だろ。素晴らしい観光地価格、そりゃ二度と行きたくない国って言われますわな。かっこ笑い。はパインが2000円超える。どっかの夜のお店か。缶詰半分っつってたよね。缶詰の半分ほどの量のパイナップルが、2700円だって。すごいね。いやー夏限定のぼったくり料金ですか。スナックより高い。割り箸に刺してあるのなんじゃこれ。冷凍トウモロコシでももうちっと長いわな。これだったらスーパーのそのまま食べれるスイートコーンのがいい。パインって缶詰から開けただけだろ。ぼったやな。店員も給料が高いんだから仕方ないじゃん。むしろ国内消費しないからぼったくりじゃないと元取れないんじゃないのか。振りかけてる青のりがきっと高いんだよ。コーン自体が1本1万ウォンするのではしょうがないんだ。フルーツ盛り合わせじゃなくてパイナップルだけでコーンなんて1本分もないじゃん。すげえ。沖縄だったらパインを100円で売っていたりする。規格外だけども道端で軽トラ満載で。日本だったら原価200円、売り値500円ぐらい。あー、海の家でしょ。海の上でこれでいくらぐらいだったら出すかな。ちょっとアンケート取ってみようか。いくらだと思います皆さん。海の家でだよ。海の家価格でこれだったらいくらぐらいだったら妥当かなって思います。まあ日本でね、日本で。せーの。私だったら そうだな、600ぐらいかな。100は高いな。どうだろう。500円か200円、300円。いや海の家だからね、結構高いと思うぜ。700いく。あーちょっとバラバラだね。そうだね、お祭りより高いイメージあるね私は。何でも海の家は普通に。だって焼きそばとか1000円するっしょ。今1000円じゃダメなのかな。1200円ぐらいしちゃうの焼きそば。どうだろう。これで海外から観光客が来るわけない。16センチの私に失礼です。日本の海の家だと焼きトウモロコシ1本40万600円だね。でもつい最近までキャベツが1000円とかしていたから、農家からぼったくり根絶しないとダメだろ。他が高いなら自分の店だけ安くすれば無理するんじゃね。あれじゃないの、後ろから刺されちゃうんじゃないの多分。来週行ったら3期で3000ウォンになってますよきっと。あの大腸菌まみれの海で海水浴するの。適正料金でやるだけで人気店になれそうだけど、売れなくなったのはあの店のせいだと逆恨みされそうだからな。であれだよ、怖い人たちが来るんだよ。
工数でもこれくらいにカットされて冷凍したのを売ってるよね。橋もかかってない完全な島なら輸送費だって安くないから高くなるんだよ。許してやんなよ。あいつら日本でインスタントラーメンを500円で売ってんじゃん。そう、あやっぱ500円未満が多いね。やっぱ、あそっか。同じ値段で量が3倍だったら納得。ワンコイン以上はちょっと。あお祭りだったら500円かな。焼きそば800円ぐらい。ああ。焼きトウモロコシが丸々1本で1000円だから。マジか。いや私ちょっと4桁きついな。焼きトウモロコシ丸々1本1000円でもまあ海の家だったら。そっか、そんぐらいになっちゃうんだ。たけな。海の家で食べた記憶がほとんどない。私もあんまりその前に海の家でなんかキャッキャウフウフするした思い出がまあちょっと残念ながらないんですけど。はい、じゃあこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひぜひよろしくお願いします。それではまた。2人で食べるような思い出もないな。はい、ではまた。